こんにちは、高知熱帯魚サービスの久武です。ここはね、うちの北さんのふるさと中土佐町で、お酒がね、西岡酒造さんやね。すごいね、これいつのやつやろうね。登録商標雪やなぎ、雪やなぎ、で、辛口男酒純平くんって、あの純平っていうのは土佐の一本釣りっていう、あの青柳さんの漫画があったんですよ。昔ビッグコミックに連載されとったね。それの舞台となった、ここが中土佐町、カツオと、カツオの町かな、呉っていうとこなんですよ。土佐の一本釣りっていう漫画やったね。八千代の歌や、八千代の歌は違う歌や。あなたは今日から旅に出る、あなたは黒潮の下流道、あなたの船が汽笛鳴らす、岬の先を旋回する。今夜はあなたの布団で眠る、あなたの匂いを嗅いで寝る。忘れないで、あなたも待ってる女のいることを。水平線に船は消えるってね、こういう歌があるんですよ、中土佐町にはね。西岡酒造さんの酒蔵にお邪魔しています。ここはね、ローソンさんよ。タバコ吸ってたら自動ドアが開いちゃった。ごめんなさい、ありがとう。ね、八千代と純平の町です。いや、2分動画っていうのどうやろう。中土佐町を紹介しましたよって。はい、今日はね、あの義理のお父さんの三回忌があって、今中土佐町に帰っています。